すごいぞ。ちょっと気が遠くなります。なんか小屋が見えますね。あれは何小屋だろう。キレット小屋かな。それとも権現岳のそばの山荘かな。すごい。すげー。山頂まであと3分です。あれが権現岳なんですね。権現岳ですね。分岐のとこまで戻ってきました。さっきの権現岳があの頂上です。今度はこれを赤岳方面に行って、キレット小屋、今日の宿泊先を目指します。じゃあ頑張っていきたいと思います。だいぶかすってきて不安なんですけれども、あと1時間半歩けば、キレット小屋にたどり着けるんで、なんとかたどり着きたいと思います。まあ、安全にね、無理しないように一歩一歩歩を進めていきたいと思います。これがはしごみたいですね。もうこれはカメラ回さずに両手使っていきます。今降りてきたんです。あれ、ちょっと気が遠くなります。いや怖かった、シャレにならない。いやー、おー、ガスが
流されて稜線が見えました。普通の道っぽいです。よかったです。かなり冷たい冷風が吹き上げてるって感じですね。下から吹き上げるこっちの、北からの風が多いのか、この草の形も全部谷底の方を向いてますね。南を向いてるというか、冷たい風で気持ちいいんですけれども、ちょっとこの霧が手伝ってちょっと怖いですね。この道も結構厳しい道なので、正直慎重に行きたいと思います。はい、ではもうちょっと頑張ります。まさか下っていくというと、これを下っていくわけ、これをすごい下りなんだけど、どこに山小屋あるんだ、キレット小屋どこだろう。おお、霧が晴れてきました。霧が晴れてきました。見えますか、景色です。見えますかね。はい、キレット小屋まであとコンマ5キロ、コンマ5時間30分ってとこですかね。頑張りましょう。ちょっとだ。よし、はい、町の中を進んでます。ここもすごい景色だ、幻想的ですね。はい、赤岳がこっちで、キレット小屋がこっちですね。もうすぐかな。じゃあ門限岳から来たから合ってますよね。鶴根に着いたんですね。風が早いですね。ガスが下がってますね。これの繰り返しですね。覆っては流され、覆っては流され。あー、ビールが飲みたい。ビール飲みてー。おー、人工建造物がこんなに嬉しいとは。ようやくキレット小屋の屋根が見えました。もうすぐです。キレット小屋に到着しました。一応ですね、1日目はなんとか天気が持って予定の行程を全部消化することができました。今日はここでゆっくり休ませてもらって、明日赤岳横岳に挑戦したいと思います。それではまた。なんとこのお部屋を一人で使えるみたいです。広いですよね。今日予約してるのは私だけだそうです。すごく広くて一人で使えるなんて個室状態、信じられない。はい、キレット小屋の中で今、お釜でご飯を炊いてくれています。薪を使って、こういう形の、お釜で、管理人さんが炊いてくれています。美味しそうです。
じゃあ、カラマニさんが作っていただいたカレーとですね、今さっき炊き上がったご飯の蒸らしがだいたいできたようなので、ちょっと盛り付けのシーンを撮らさせてもらいたいと思います。お願いします。はい。わー、カニの穴が開いてて美味しそうだ。うわー、これで何合だって言いましたっけ。これ今日は4合炊いてみます。あ、4合ですか。うわ、美味しそうだ。はい、大丈夫です。山盛りでお願いします。ありがとうございます。うわー、素晴らしい。あ、はい、どうぞ。はい、今日は管理員さんの許可を得て撮らさせていただいてます。美味しそうです。出来たてですね。いただきます。いただきます。貝が入ってるんですか。シーフードです。あ、シーフード、あ、美味しい、たまらない。美味しい、ご飯美味しいですね。ありがとうございます。景色が見えます。